にちは、朝倉チャンネルです。今日はジャガイモのガレッタを作ります。ガレッタっていうのは丸く形取って焼いたものを言うらしいんですが、何もつなぎを入れないでジャガイモのでんぷんを利用してオイルと塩だけで焼くんですが、ちょっと焼き方が難しいんでフライパンにくっつかないように作ってみたいと思います。ご覧ください。はい、それでは作っていきたいと思います。ジャガイモのガレッタですね。このフライパンに合わせて、じゃがいも中ぐらいの2個、ね、そして、わら1本とコンチェント塩、そして仕上げにお好みで黒胡椒を使います。私愛用しているのお鍋サラダマスターなんですけども、テフロンのフライパンで焼けば全く問題なく簡単にできるんですが、これステンレスなんです。そしてもしくは鉄鍋の黒いフライパンで作る場合はやっぱりカンカンに熱くして、そして一度冷やしてから使わないとくっついちゃうんですね。焼き時間が長いんでテフロン使わないでこちらでチャレンジしてみたいと思います。上手にできるといいんですが、でじゃがいもとこれ皮むきまして なるべく薄く切ります。これが分厚いと焼きにくくなっちゃいます。薄いでしょ、結構、ね、これをまたさらに千切り、そしたらボウルに入れます。じゃがいもの短い方に切った方がいいな、これは。長い方じゃなくて短い方に切ります。はい、切れました。はい、切れたらですね、ちょっとテカテカ、水分が出ているのが見えると思うんですが、これがすごく大事なんです。これが乾かないうちにすぐに焼いていきます。少しお塩をして、この分量でしたら、そうですね、小さじ3分の4分の1ぐらいかな、お好みでお塩を入れまして、手でこのように全体に合わせておいてください。ただフライパンなんですが、くっつかないタイプだったら全然問題ないです。これ私も火つけてあったんです。でカンカンに熱くしてありまして、丸々になりました。こうなれば大丈夫なんですね。で一回火を止めまして、ここで少し薄くオイルをほんのちょっと入れます。全体にオイル、油をですね、なじませます。はい、そしたらですね、改めてオリーブオイルをわら1本入れまして、結構多めに入れまして、じゃがいもがくっつくところにまんべんなくオイルをしまして、そしてここに一回火をつけて、火は弱火よりちょっと強火でいいと思います。でここに入れます。であんまり熱いと焼く時間がかかりますので、このぐらいに広げていただいて、1センチぐらいの厚さでしょうかね。で落ち着けるようにして整えます。そうしましたら火加減は弱火です。蓋をして、じっくり焼いていきます。4分経ちました。開けてみますね。こんな感じで動きますね。よかった。はい、これで動いたらひっくり返します。いい感じで焼けました。はい、そうしましたら今度反対方も焼かなきゃいけないんですが、全部密閉しちゃうとカリカリになれなくなっちゃう、しっとりしちゃうんで、少し蓋をずらして、そうですね、3、4分焼いてみます。4分ほど経ちましたので、いいかなと思います。開けてみましょう。こう押して、やっぱり薄くないと非常に難しいと思います。あんまり厚くしちゃうと焼きが難しくなっちゃうんで、このぐらいに押し付けて
最後はカリカリになりますので、蓋を開けて下の方をカリカリにさせてください。はい、もう大丈夫ですので、お皿にスライドさせて、下の方どうかな、下もいい感じですね。出来上がりました。今私ちょっと先っぽ食べてみましょうかね。ちょっと行儀悪いですけど食べてみると、わあ、ちょうどいい塩加減です。足りなければ上からサラサラっと振って食べていただいてもいいし、塩入れないで上でパラパラって、かけて食べてもいいのかなと思います。お好みでどうぞ。黒胡椒ってやるとさらにアクセントになって美味しいのかなと思います。はい、今日も朝倉チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。